どうも、山進でございます。本日はですね、以前合格を報告させていただきました、QC 検定3級のですね、資格カードが、届きましたんで、その、お話をしようかなと思います。QC 検定3級を合格して、した後に、資格カード欲しいですかっていうような連絡が来て、で、なんか、2700円だとか、そんぐらい払うと、資格カードがもらえますよと、いうことで、まあ、せっかくなんでね、2700円ぐらい払って、資格カードを、いただきました。で、なんかね、2ヶ月間ぐらいかかるっていうふうに言われてたんですけれども、結果1ヶ月ぐらいで、届きましたんで、その紹介をしようかなと思います。試験がね、いつだったかな、3月ぐらいにあって、で、合格発表は5月ぐらいにあってっていうような感じで、で、5月からなんか2ヶ月ぐらいかかりますねって言って、なんで7月の中旬ぐらいに届きますみたいな感じだったんですけど、6月中旬ぐらいに届いたんで、その辺のね、話をしようかなと思います。資格カードですね。こんな感じのカードになります。写真付きですね。この写真っていうのは、受験票に貼っ付けた、写真になります。こんな感じで、一応発行日は4月23日になってますけれども、こんな感じで、品質管理検定3級3対32回ということで、こんな感じでね、資格カードをいただきました。ありがとうございます。ということで、これ本当ね、なんか写真付きの資格カードってなかなか、あんまりこういう検定試験ではなくて、結構珍しいんでいいなぁと、思ったんで、買ってしまいましたね。欲に負けて。はい。そんな感じでね。これから受験しようとする方に関しては、これもね、また一つのモチベーションになるのかなと、思いますんでね。この資格カードを手に入れるために頑張って、見てはいかがでしょうかということになります。で、勉強方法とかですね、QC 検定3級受けましたとか、合格しましたっていう動画を出してますんで、それちょっとね、概要欄に貼っ付けておきますんで、そこから見ていただければ、私のやった勉強方法っていうのは、載ってると思いますんで、それを参考にしていただければいいのかなと思います。で、ただなんていうのかな、一言で言うならば、過去問ですね。要は過去問題集をひたすらやると、いうことになります。この手の資格試験はですね、だいたい合格率が 50% とかそんぐらいの試験に関しては、だいたい過去問ですね。ひたすら過去問やると。よくですね、なんだろうな、合格のためのテクニックとかをね、知りたがる人が結構いると思うんですけど、そんなんないんですよね、結論。今までの人生で試験に対するそのテクニックとかって、使ったことありますかね？ないんですよね。私はないんですよね、今のところ。一生懸命勉強し始めたのが、中学生ぐらいの頃で、中高大、で、そこから社会人に入って資格試験。ってなった時に、なんかそのマル秘合格テクニックみたいな、これをすれば簡単に頭が良くなるみたいな、そんなのないんですよね。もうひたすら問題を解く。もうそれだけですね。根性ですね、勉強ってのは。はい。特にですね、私みたいな、そんなに頭のいい大学を出て、なんていうかな、あんまり頭のいい大学じゃない大学を出ている人に関してはですね、もう気合で問題をひたすら解きまくると。いうのが合格の近道になるのかなと、思います。ということでね、過去問を、受ける人はですね、一生懸命頑張って、ひたすら解いてくださいっていうような感じになります。はい、で、この試験に関して、合格率がね、だいたい 50% ぐらいなんですよ。だけど、なんかその会社の指示で受けに来てて、あんまり勉強してないような人たちが結構受けに来てましたね。試験終わった後に、なんかガヤガヤみんなこうやっぱその会社の人たち同士でこう集まってなんかガヤガヤ喋り出すんですよ。いやー全然できんかったわとか言って、なんかね、意図したおっちゃんとかがそういうことを言ってたりするんですけど、いや全然できんかったっていうか、いやただただ多分勉強してないだけだと思うんですよね。はい。だそういう人たちは合格率を下げているのであって、例えば1ヶ月間ね、1日1時間、1ヶ月間、全部で30時間ですかね。しっかり過去問題集やればですね、普通に受かる、試験だと、私はそう思ってます。はい。なんでね、そんなにこう合格率が 50% とかでも、恐れずにね、諦めずに勉強してみてはした方がいいのかなと思います。ただね、一夜漬けとかですね、二日漬けとかではね、合格することは多分できないと思います。大体ね、頭のいい人はね、一夜漬けとかしないです。大体1ヶ月前ぐらいからね、順序立てて勉強するんで、はい。基本的に一夜漬けとかやっちゃう人は基本的に頭の悪い人だと思うんで、はい。なんでね、とりあえず1ヶ月前から1日1時間ちょっとずつ勉強していけば間違いなく受かる試験なんで、そんなに恐れずにね、しっかり勉強して、いただければなと、思います。ということでね、
本日はまあ資格カードの紹介になりましたけれども、まあ、またね、受験する人がいましたら、ぜひね、頑張って合格目指して頑張って、いただければなと思います。ということで本日の動画は以上になります。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。